何やってるんですか。これはあの明日のユニットバスを据えるときに、ユニットバスの入り口のドアの下のアングルピースって言うんですけど、その出っ張り、まあ、そこにこう最後差し込むんですね、仕上げを。それの仕上がりのを明日ユニットバス屋さんにメッセージを残したってことですね。そうですね、これでまあユニット屋さんも分かってくれるし、まあまあユニット屋さんも高田さんのユニット屋さんはメーカー施工なんですけども、もうよくお互い知ってるんで、何かあったりも買ってくるし、もうこれで十分かなと。洗面所なんですけども、もともとこのくらわみがあるような形の75センチの洗面化粧品だったんですね、これね。75センチ。これを今度90センチに超えたわけです。ここぐらいまで来ますけども、この洗面化粧品を据えます。で、まあなんでかって言ったら、収納力、まあ幅あるのにせっかく、もともとここにコンセントとかリモコンがあったんで、まあここで収めとったって話があるんですけど、まあ、これ今度、こっちの壁に移動するんで、もう移動しましょうということで、もういっぱいいっぱいまで。洗面器材ドーンと行きましょうかって話になって、今度はこの90センチの幅のこの角を覚えておいてほしいんですけど、まあ、これぐらい段がここまで大きくなる洗面を入れることによって収納力が増えて使いやすくなるんちゃうかなっていうことで、今回90センチの洗面器材を提案してます。はい、今日実は大工工事が昨日終わりまして、大工の工事がで、今ちょっとクロスをちょっとやっていってもらってる最中です。まず、こういう、このがね、パテっていうんですけども、まあ、いろんな種類があるんですけどね、タイガー、ユーライト、120って書いてますね。吉野石膏さんのやつなんですけど、まあ、これをパテ、水と混ぜて、で、こういうヘラでぐちゃぐちゃってやって、で、こうやってこう、こういう、穴がもともとあった、ところの段差を全部こう消していくために塗っていきます。塗っていきます。こういうところを全部こうやってパテでこうやってきれいに丁寧にこうやって埋めていってくれてます。全部きれいにね、きれいにやってくれてますわ。やっぱりこうリフォームの現場ってやっぱ早くしなあかんとこってあるんで、普通にこのパテだけをやってたらやっぱなかなか乾きが少ない、乾かないので、何回か塗り重ねないと水分飛んで痩せて、また水分飛んで痩せて2回か3回ぐらいパテ打たなあかんかのことがあるんですけども、その時にこのスピーダーっていうこういうね、ふりかけみたいなやつをパテのところに混ぜると早く乾いてくれるっていう、こういう商品ですね。これちょっと今やってくれてます。入った。そっか、あれがだから粉や、速乾の粉、これで混ぜて、これ意外とこれむずい、このパテで。それ入れるとどのぐらいのスピードが変わるんですか。全然変わるんですね。全然変わる。そうやったら、はい、2時間飾るとこが30分とか、はい、そんなに、はい、はあ、仕上がりに影響はないんですか。あ、ないですね。なんで今日は天井ですね。天井も立てしますが、天井と壁とクロス張り込ませていただいて、で床はですね、結構お隣してたんですけど、床はもうベニヤで補強してクッションフロアっていうのを床材を貼っていきます。ちょっと動画をね、ずっと回させていただこうと思ってて、一応お客さんの許可も職人さんの許可、職人さんちょっと無理やり許可もらったんですけど、ちょっとずっと何時間か施工中の動画をね、ずっと回させてもらおうと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。
まあ、そんな感じ であのうちあの駒商なんですけど、あの実は関、この4月から、関西電力さん あのちょっとハッピースマイル店って言って、まあ、関西電力さんがあの束ねる、まあ、エリアがあるんですけど、まあ、何十個かあると思うんですけど、そのうちの、まあ、この、まあ、宝塚の地域に関してはあの関西電力さんの指定、まあ、指定店っていうか、まあ、何かあったら言ってもらえるような、まあ、あのそういう指定店になってますので、あのぜひぜひあの、ね、オール電化とかあ のご依頼あればあのぜひぜひあの言っていただいたらと思います。ちょっと話がねあのそれたんですけども、まあ、あの西宮のお客さんの家あの出来上がりとね、施工前、施工中、施工後っていうのをちょっと見てもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。